如始まったテンスラチーム対ヨハネチームの対決。鬼と巨大生物が人間に負けるという大番狂わせ。このまま勝利の栄冠はヨハネチームのものとなるのか。次は運動会の定番、綱引き対決。ヨハネちゃんたちは全員参加していいけど、うちのチームは力バカが多いからハンデで一人だけだからね。バカ力って言え、意味が変わってくるっての。なら私の出番ですね。不甲斐ないベニマルとランガに代わってリムル様に勝利を捧げましょう。ヨハネちゃんたち、準備はいい？いつでもいいわよ。スタイル抜群で綺麗な人だけど、お、鬼なんだよね。ちょっと怖いずら。大丈夫、もしもの時はこのバップガンで狙撃するから。綱引きで飛び道具は反則ですよ。綱引き以外でも反則だと思うんだけど。なるほど、飛び道具じゃなければいいんだね。かなちゃん、あれの準備できてる？まっちり。綱が太すぎてしがみつくのがやっとだよ。動物にばかり目がいってたけど、鬼も一応見たことない生き物ってことだよね。角も生えてるし。生える人は生えるものよ。説得力あるわね。それよりライラプス、準備はいい？じゃあ行くわよ。レディーゴー。人間にしては力がありますね。かなちゃん、あれ起動してる？うん、じゃなきゃ今頃負けてるよ。なんか機械音がするんだけど。引っこ抜いてみましょう。見つかっちゃったか。海から引き上げて修理しただけだからパワーが足りなかったかな。どうせなら一緒に拾った電気ショック装置も使えばよかった。物騒だな。勝ちました。褒めてください、リムル様。あ、うん、よくやったぞ。でもまだ1点負けてるじゃん。しょうがないわね。ついに私の出番なのよさ。相手は当然ルビーちゃん。なんで当然ルビーなんですか。その姿、まさしく私の宿命のライバル。どっちの羽が早く飛べるか、そこの茂みで勝負や。草をかわし、枝をくぐり、赤い布を巻いたゴールの木に先に着いた方が勝ちのサバイバルレースや。あのコースはどこからスタートすればいいの？それは自由。決まったコースはないわ。直感を信じてゴールを見つける勝負でもあるのよさ。それじゃあ行くわよ。おいおい、さすがにずるすぎだろ。先にずるしてしまったのはこちらですので、甘んじて受けましょう。ルビー、ラミリスさんの後ろを離れないように追いかけて。わかった。って私たちレース見れないじゃない。その水晶玉で見れないのか。え、あ、そうよね。見えないと言い切ることはできない可能性もなくはないような。やれやれ。見えた。占い師本人がびっくりしちゃ台無しじゃん。初めて聞く音、これがリムルさんの魔法の音なのですね。魔法の音？そんなのが聞こえるの？ええ、かすかに。ミステリアスな人だな。すごいですね、ルビーちゃん。出遅れたはずなのにぴったりと後ろにつけてますよ。え、お、ほんとだ。あれでもラミリスは魔王なんだが、そのスピードについてこれるってすごいな。あれならラミリスさんが知ってるはずのゴールまで道に迷わないはずです。なるほど、だから後ろにくっつけって言ったのか。
ですが主、後ろにいてばかりでは勝機がないのでは。スリップストリーム、狙いはこれだろう、ダイヤさん。気づいていたのですね。お姉ちゃんの言ってた通りだ。後ろは空気抵抗が少なくて飛ぶのが楽。ラミリスをナビにしつつ、空気抵抗もラミリスだけが受け続けるから体力を温存できる。そしてあった、今のフレブン。大丈夫？あった、あんたいい子だね。あのまま勝てたはずなのに。だって痛そうだったんだもん。勝負ありだな。いいのですか？これで3対1。うちの勝ちね。これが占い師の実力よ。占いは関係なかったような。何言ってるのよ。勝利の瞬間が見れたのはこの水晶玉の魔力じゃない。その魔力俺のなんだけど。まあ負けは負けだ、素直に認め。待ってください、リメル様。もう一戦、俺にチャンスをください。え？おかしいじゃなくて、満身で敗北したままでは侍大将失格です。何か他に俺と彼女らで力が釣り合う競技はありませんか？そう言われてもな。あ、それなら用具室に。はい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 。なるほど、棒高跳びか。それなら使う力は棒のしなりだけだから、いい勝負ができるかもな。どのようなルールなんですか？じゃあお手本に私から飛ぶね。おお、なるほど、動きは分かりました。これでどれだけ高く飛べるか、バーの高さをどんどん上げていってぶつかっちゃったら負けってルールです。説明感謝する。ならばあとは全力で飛ぶのみ。今度こそリブル様に勝利を。さあバカだ、力みすぎだって。二度もリムル様の顔に泥を塗るわけにはいかない。こうなったらトーン。それもう違う競技じゃねえか。なるほど、そっちがそうするなら私も。なんだよ。郵便配達用の解放だよ。言葉の組み合わせが意味不明すぎるんだけど。ちなみにあれも私が海から拾ってリペアしたんだよ。その海どうなってんだよ。あのバーより高く飛べばいいんだよね。それじゃあいくよ。よっしゃらー。今ヨウちゃんが飛んだ高さまでバーを上げなきゃいけないんだけど、チャレンジしますか、ベニマルさん。俺の負けでいい。うん、俺もそう思う。面白そうな装置ですね。おい、もう入ってるじゃねえか。確かに楽しそう。おいしい。あ、何あれ。よくわかんないけど、すごそうなのよさ。ふっふっふ、いいこと思いついたぞ。きれい。だね、スライム花火だ。なんか、ところてんみたいね。わらび餅にも見えるずら。今度作ってみようかな。いろんな色のリムル餅。夏祭りの花火みたいだね。普通の花火と違ってあれなら昼間の方が綺麗に見えるかも。私もスライム花火作ってみようかな。どんだけ分身してんのよ。私にもやらせ。